今さっきのおばあちゃんじゃないか。売ってあるんですか。はいはい。ああ、今日もね、やってきました。ひまわり畑。以前もね、もう来たんですけどね、もう以前っていうかもう何週間前かぐらいで、地獄橋、地獄橋で来たんですよね。まあその当時結構ね、水かさあったんですけど、今日はこんな感じです。全然違いますよ。前回はね、この持ち手なかったんですけどね、水かさもね、今のこの鉄骨の上の部分まで来てたんですけどね、今日は少なめです。めちゃめちゃ地獄橋じゃないですね。まあ地獄橋とか、沈み橋、潜水橋とか、まあなんかいろいろ名前あるんですけど、前回はね、もう落ちたらやばいと、渡るだけでも怖いということで、地獄橋っていう名前にしたんですけどね。まあ今日はね、ちょっと違う形でご紹介しようかなと思います。今日はね、まあひまわり畑、先ほどのね、プレートあったんですけど、ひまわり畑を、見に行こうかなと。時刻は今何時かな、もう5時過ぎぐらいです。でも結構ね、涼しい風が、ね、気持ちいいですね。ちょっとまだ人がね、少ない時間帯にひまわり畑有名らしいですよ。ひまわり畑、おはようございます。すごいひまわりですね。もうこれ一人でやられてるんですか。あ、そうなんですか。まあ来年のな、はい、種代のために。あ、ああ、それで。ああ、なるほどね。ああ、いろいろと厳しいんですね。まあでも昼間も暑いんで、今が一番、今の時間帯が一番いいですよね。ねえ、ちょっと、ね、これ何月まで見れるんですか。何月ぐらいまで。ああ、15日まで。へえ。すごいですね。もう本当に みんなで綺麗に守売ってあるんですか。はいはい。ああ、そうなんですか。ちょっと見てみますね。ああ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。そういうことみたいですね。もう支援とかなしにこうやって綺麗に。やってるみたいですね。まあ、ちょっとね、ひまわりの向きが
違うんですけど、なんかひまわりってあの太陽の向きに向かっているって聞いたんですけどね。だから夜はまあこういう感じ でこれから多分こっち側向くんでしょうね、太陽とともに。すごい綺麗なひまわりです。今まで知らなかったですから、本当にここにある。いやー、これはすごいな。まあ、地域の人の、力というか、支えがあってね、こうやって綺麗に咲いてるということで、いいですね。ちゃんとね、専用駐車場あるみたいです。こんな感じです。駐車場があると。よし。いや、ちょっとね、行きます、これから。行きますって言ってますけど。はい。ほぼ、こっち側向いてます。だから向こうも、あっち側向いてます。7月中旬から8月中旬まで牧山駅の近くです。潜水橋を渡ってと、こんな感じです。まあね、津山線乗ってね、岡山駅から津山線乗ってくるのもいいかもしれないですね。まあ、大体ね、あの15日までかなっていうことなんで、ちょっとね責任は取れないですけど、見逃した、もしね、見逃した方はまた来年聞いてもらいたいなと思いますね。なんか終わった後のね、種とかもここで売ってると。だからまだ売ってないんですけどね、シーズン終わってからここで種、まあ寄付みたいな感じになるのかな。よし、まあね、時間帯的にはねこの時間が一番いいかな。5時過ぎぐらいがめちゃめちゃ涼しいですね。半袖とかでも全然大丈夫な感じなんですけど、すごいいいです。人もね少ないし、少ないっていうかもう一人ぐらいですね。まあちょっとね、ひまわりの向きが気になる方もいるかもしれないんですけど、まあ、場所を変えたらいい場所もあると。順路に従えばいいのか。いや、おかしいですね。いい写真が撮れました。またあの種買いに行きます。はい、また、はい、はい、頑張ってください。よし、じゃあ今日はこの辺で終わろうかなと思います。いや、ありがとうございました。ちょっとね、関係の人もいて、お話ができて、ちょっとねお話ができてよかったです。どういう感じでやられてるかっていうのも大事ですからね。なんか市の方がやられてるとか、まあ、このね誰かやってんのかとか思ったんですけどね、有志の方がこうやって
自腹を切ってやってるということで、でまあ落ち着いたシーズンねなったらこの種をねまあ寄付みたいな感じで売ってるということです。ぜひ皆さん行ってみてください。今さっきのおばあちゃんじゃないか、さっきちょっとお話聞いたおばあちゃんが普通に映ってますけどね、こんな感じだということで、もうこの辺では有名な方なんでしょうね。いい対応して、親切なね、対応していただきました。ありがとうございました。また近々行ってみたいと思います。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン。チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。